皆さんこんにちは、ドラム講師の森田亮太です。本日は質問いただきました。2ビートを叩くとくちゃくちゃになります。何か良い練習方法ありますかということなんですけど、おそらく速い曲っていうことですよね。速い曲の2ビートを叩いた時に、足と手がもつれてめちゃくちゃになってしまうみたいな、そういうことってね、結構よくあると思うんですよね。僕の生徒さんとかでも、軽音部入ってる子とかサークル入ってる子とかで、速い曲をね叩く状況っていうのは結構多いみたいで、なかなかこう速さについていけないっていう人も結構いると思うんで、今回ね、そんな2ビートの、レクチャーをさせていただきたいと思います。ステップ1としては、足と手を、右足と左手を交互に動かしてみてください。これがもう2ビートの肝というか、もう土台となるんで、とりあえずはこれをしっかりとできるようにしてください。で、これができるようになったら、交互に叩いてるやり取りはそのままでダブルにしていく感じですよね。こうの交互もこう手と同じように、このなんていうの、 こういうやり取りですよね。こう片方が入ったら片方が上がって、こう入れ替わるような感じ。これを手と足でも同じように、やり取りはできるだけそのままに行うというような感じですね。そして、ドンタンドコタンの時は結構ね、このこの空白のところ、この手が入ってないところに足が入るっていう状況で釣られたりとかするんですね。結構ね、みたいな釣られ方をよくするんで、ここをしっかりと分離させる感じですかね。でも苦手な人っていうのは結構ね、釣られてるの気づかずにやっちゃったりするんで、超ゆっくりでやってみてください。コツはこうグッて我慢するんじゃなくて、引き離すような感じ、引き離すような感じのイメージを持つと結構早く叩けるようになってくるかなとは思いますかね。徐々にスピードを上げていきます。速くなればなるほど、アップダウンの動作っていうのは絶対必要になってくるんで、これもね、2ビートの場合はこうアップするところに足が重なる、あともう一個ね、これでなかなかでもね、早く叩けないっていう人は結構いたりとかするんですけど、あともう一個ね、チェックしておいてほしいことが、リズムの取り方なんですよね。これね、こうドンパンドとパンドンパンドとパンっていうのが早くなっていくんですけど、これね、こうワンツースリーフォーのままドパン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 でいくと、めっちゃ体が窮屈になるんですよ。だから、あの取り方を広く取るような感じかな。ドンタンドとタン、ドンタンドとタンで取るんじゃなくて、ドンタンドコタン、ドンタンドトタン、ドンタンドコタンで一拍みたいな、ドンパンドコパン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 っていうまとまりでいくと、ええ感じにこの早くいけるので、でこれがどうしても取りにくいという人は、ドタンタドタンタコロッコロッケで、一拍でドパンパって叩くイメージをつかんで、みたいなこう2ビートにしていくみたいな、なんかそんな感じでやってみると、結構ね、早く叩けるようになってくるかなと思います。この足と左手が交互に速く叩けれて、で右手もそれなりに速く叩けるみたいなっていう時
時はリズムの取り方に原因があることが結構多かったりするんで、だから結構窮屈に取ってしまってるみたいな。なんで、まあ結構広く取るような感じで練習をしてみてください。速いリズムなんで焦ってスピードを上げないといけないと思ってしまうんですけど、ゆっくりから確実にやっていくことの方が近道なんで、だからゆっくりから確実にスピードを上げていけるようにしていってみてください。そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。